乙女座のあなた。乙女座って私だ。大ピンチなことがたくさん起こる一日になるでしょう。大ピンチなこと、それもたくさん、怖いんだけど。ピンチからは絶対逃れられないでしょう。まあこんなの所詮占いだから信じない方がいいわよ。それよりも早く朝ごはん食べて。あんたの大好きな目玉焼きにパンに牛乳よ。はーい、いただきます。信じたくなくてもつい怖いことだけ気になっちゃうんだよな。おはようございます。
おはよう、ケイちゃん。なんでケイちゃんは毎日毎日遅刻をするの？ごめんなさい。あ、ランドセルの中身が全部出た。ダメージだ。お前、朝から何やってるのだ？きっとさっき、タオルを取った時にランドセル閉め忘れてたんだ。ほんとドジなやつなのだ。片付けとか最悪だ。それにこの宿題のノートも雨に濡れてビチャビチャなんて書いてあるのかも読めないし、大ピンチ。まあそれは乾かしてたらなんとかなるから干しておきなさい。はい。それでは早速算数の授業から始めるけど、みんなタブレットは持ってきた？今日はタブレットを使って授業しますよ。はーい、ちゃんと持ってきましたよ。え、うわ、充電し忘れて 1% しかない。大ピンチだ。昨日充電し忘れて寝ちゃったんだ。もうちゃんと忘れずにしなさい。仕方ないから隣のルナちゃんに見せてもらって一緒に授業を受けなさい。はーい。では次は国語の授業なんだけど、先生の書いたこの漢字をきれいにノートに写してね。はーい。私筆箱忘れたから名前ペンしか持ってないよ。うん、いいや、名前ペンで書いていこう。書けた人から先生に見せに来てね。よし、できたから先生に見せに行こう。って、うわ、書いた文字が机に写ってる。大ピンチだ。名前ペンで書いたからこれ絶対消えないじゃん。はい、それではみんな漢字は綺麗に書けたので、次は漢字の問題にしようと思います。先生の書いたこの漢字、読める人は前に出て発表してくださいね。水に馬って書いて一体なんて読むのかだぜ。ああ、あれ私わかる。水に馬って書いてアメンボって読むんだよね。発表しよう。みんなわかってないみたいだし、いつもアホな私がここで発表したらみんなびっくりするだろうな。はい、私わかります。ケイちゃんが？お前本当にわかるのだ？わかるの。いい、みんなよーく聞いてよ。天才という瞬間を見せてあげるから。ケイちゃん本当にわかるの？あんな自信満々に言うんだ。なんて言うのか聞こうぜ。そう、みんなしっかりよーく聞いてよ。この水に馬と書いたこの漢字は、うん、やばい、急に終わるはずそう。でも今みんながこっちを見てる。みんな私がなんて言うのか真剣に聞いてる。こんなところでおならなんか出したらそれこそアホ呼ばわりされちゃう。やばい、でも我慢できない。ケイちゃん、この漢字は？それは出た。え、今のってもしかしておなら？みんな静かに。おならは恥ずかしいことじゃないから笑っちゃいけないわ。きっと意気込みすぎて出たのよね。ではなんて読むか発表を。はい、アメンボです。正解。みんな拍手。かっこよくビシッと答えるはずだったのに、おならの後に正解しても全く嬉しくないよ。すごい大きな発表だったのだ。もう今のは忘れてよ。さて、今からお昼ご飯ですが、今日は給食がないためみんなちゃんとお弁当を持ってきましたか？はーい。え、お弁当？今日お弁当だったんだっけ？そうよ、昨日先生言ってたじゃない。聞き逃してたよ。まあまあ、忘れたなら私たちのお弁当を分けてあげるよ。食べよう。うん、いただ
です。まだ私のあげた卵焼きやトマトもあるしさ。そうだよね、大事にいただくよ。いただきます。あー、嬉しい。大ピンチだ。まあまあ、またみんなのを集めればいいだけだし、落ち込むなよ。そうだけど、やっぱり朝の占い通り大ピンチが何度も襲ってくる。今日はとことんついてない日だ。こんな大ピンチが起こる日は早く帰った方がいい。ママは仕事でいないから自分で鍵を開けてって。あれ、鍵がない。なんでだ。ああ、もしかしてランドセルから全部出た時に鍵も出たのかもしれない。なったらママが帰ってくるまで外で待つしかないか。家にも入れないし、喉渇いたけど水筒のお茶全部飲んだんだよね。自販機で何か飲み物を買いたいけど。あ、そうだ、何かあった時のために少しお金をランドセルに入れてたはず。あったあった、ぴったり100円。これで飲み物が買えるって。あー、お金が家族